ただそんな後で申し訳ないんですけども、ガーマコスさんお願いしますか。はい、じゃあちょっと私はですね、大福の選び方についてちょっと、いいですね、私が大福ってこう置いてあるんですよ、お菓子屋にね、積んであって、あんまり多分しちゃいけないんですけど、パッて裏を見るんですよ私、で原材料っていうんですか、材料があるじゃないですか、それって最初に書いてある方から量がいっぱい入ってるんですよね、なんで一番最初に小豆ってなってるのを私は選ぶんですよ、でそれでなんていうか書いてなかったりとか見れないところもあるんですよ、お店によっては。そういう時はお店の人に小豆どんぐらい入ってますかとか、小豆いっぱい入ってますかって聞いて買うっていう買い方です、はい、最初からそれでいいんですよね。じゃあもう最初からそれを聞けば話は済むことなんだ。そうなんですけど、でも嘘をつく時があるじゃないですか、お店の人で小豆いっぱい入ってますかって聞いたら、入ってるよって、うん、その時どうするんですか。どんぐらい入ってんですかってグラム的にとか聞いてみます、グラム的にっていう、何グラム以上がいいんですか。なんとなく100グラムとか言ったらなんか嬉しくなります。響きの問題で、響き多いのかなっていう。すごいな、本当にね、感謝してます、ね、いいですよ ね、 ね、みんなの肩の力が抜けるって感じがして、この後ならねやりやすいと思うんですよね。さあ